はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第23章やっていきたいと思います。こちらの戦力にかなり死亡者が出てるんで、ちょっと戦力は見つめ直してあります。なんで結構みんないろいろ変わってますね、職種とかが。まあとりあえずこれでいきましょう。23章、囚われし瞳。王が命じた白夜兵虐殺に動揺を隠しきれぬまま先へ進むミカミックスたち暗夜軍。次の目標は王都を守るスサノオ頂上。再び激しい戦いが待ち受けていた。てかさ、さっきの砦落としたらさ、白夜陥落したも同然だみたいなこと言ってたじゃんまだ戦い続くのかよ。次はどちらさんが出てくるか。さくらの様子はどうだ？そうね、ずっと塞ぎ込んでいるわ。食事も喉を通らないみたい。無理もないな。あんなに大勢の白夜兵が目の前で殺されてしまったんだ。雪村さんと進化の二人は捕虜としてなんとか助けてもらえたが、さくらには会わせないようにされているんだろう。ええ、一人ぼっちで閉じ込められて余計に辛いのでしょうね。でもエリーゼがよく声をかけているわよ。寒くないかとか、お腹空いてないかとか。エリーゼが？出雲公国ではさくらに食ってかかってたのに、どうして？わからないわ。でも何か通じ合うものがあるんじゃないかしら。お互い一番末っ子の妹姫兄弟として。けれどガロン王直属の兵たちはさくらたち捕虜のことをよく思っていないから、目を離さないようにした方がいいわ。知らない間に殺されないとも限らないもの。わかった。気をつけよう。そんなことはないと思いたいが、父上の軍の者は何をするかわからない。心から信頼することはできないな。そうね、私も同感だわ。それにしてもアンヤ王国軍は今真っ二つの状態ね。真っ二つ？いい。あなたが率いているマークスやレオンたちの軍勢と、ガロン王が率いるマクベスやガンズたちの軍勢のことよ。目的は白夜王国の制圧だけれど、やり方が違いすぎる。このままじゃ内部で争いが起きてもおかしくないわ。ガロン王が早くこちらに来たのは好都合だけれど、仲間割れでもして信用を失えば私たちの身も危ないわ。あの玉座にたどり着くまで決して気は抜けないわね。ああ。だがあと少しの辛抱だ。父上をあの玉座に座らせることができれば、みんなに真実を告げることができる。その時こそ俺たちは、お前を撃つ。マクベス、メガミックス様、アクア様。マクベス、もしかして何かお邪魔をしてしまいましたかな？いや、大丈夫だ。俺たちに何か用か？はい。ガロン王様より戦闘準備を整えよとのお達しです。我々はもうすぐスサノオ頂上へと差し掛かりますので。スサノオ頂上？すみません、ミカミックス様はご存知ありませんでしたか？この人をバカにしたような態度。貴様処刑する。スサノオ頂上は白夜王城への最後の難関でございます。難問が多すぎだろここを落とせばいよいよ王都へと踏み入ることができるのですよ。我々が先発部隊として道を開きますので、ミカミックス様たちにはその間に敵の本丸へと攻め込み、将である匠王子を撃っていただきたい。まさか敵の将は匠なのか？石膏からの情報ではそのように聞いております。匠、捕虜はもうさくら王女がおりますゆえ、殺してしまっても良いと思いますがね。いや、もちろん命を奪わないという選択も賢明だとは思いますが、王が何と思われるか。そうだな、匠の処遇については考えておく。だがその前に戦に勝たないことには意味がない。では俺たちは皆に戦闘の準備をするよう伝えてこよう。承知しました。お前の処遇も考えないとな、マクベス。さて、あなたがどう出るか見ものですな、ミカミックス様。あれ、もうかよ。どこまで出るか。これね、多分ね、もう下級兵出してもね、やられるだけだから。フランネルはとりあえずマナガルムにしたんで、ここまでが上級職っすね。人が足りん、人が。いかんせん。で、また、あれですね、ドーピングですね、ドーピング。
よし、オッケー。大体さ、ドーピングかけてもさ、やられるって。ミカミックス。僕が守っている限り、この頂上を通しはしない。白夜王都に足を踏み入れさせはしないさ。ミカミックス、お前はこの僕が倒してみせる。差し違えても、必ず殺してやる。必ず。なんか弓兵のあれを持ってんな。弓台。弓砲台。とりあえず特殊なあれはなさそうだな。まあ、ここは多分飛んでるやつしか行けないから、あとここら辺か。階段で上に登るってわけね。まずは下の平地を攻めるか。若干上と下で分けるか。誰が防御力って、かなり弓兵危険だな。そうすると。うおー、いる、いっぱいいる。ちょっと陸上部隊で攻めるか。こいつと、こいつもグレートナイトになってるからな。飛んでる部隊前線に出すと多分死ぬな。さすがにもうこれ以上の戦死者が出るのはきっついからな。やはりエルフィーを前線に出すか。で、ここに入る。やはり町も必要だ。なんか応援してんの。くらえ。また設定を変えなくては。うおー、これはここら辺を陣取った方がいいかな。主人公とりあえず飛んでるやつらは下に行こう。くらい。行っちまったか。うおー、そうか、銀の弓を装備しているから。アシュラショート棒でいけんな。力こそ全て。そうだ、力こそ全てだ。終わってないわ。ありがとう。よし、これで上部隊は殲滅完了した。あとは下の部隊を倒す。で、あそこの4隅の城壁ポイントを確保すればなんとかなる。見つかっちゃったわね。はい、こいつらの死の吐息が強い。くらえ。よーし、いいね。化け物の威力思い知ったか。力が半端ない。よし、下もいけるな。おお、まずは順調な滑り出しだ。よし、とりあえず前進だな。射程に入らないようにギリギリの位置まで。アクアはエルフィーを復活させて、やはりこいつは壁役としてかなり優秀だな。あれ、回復役って誰がいる今。いって、こっから狙ってくんのか、マジか。魔法はね、結構食らうんだよな。かわした。よしよしよし。
こっから攻撃をして死の吐息で追加でいけるからな。くらい8、オッケーオッケー。でこいつをちょっとレベル上げていこう。おら、何こいつ狼なの。ここを占領したいんだよな。ここを食らえ、サンダーソード。うまくいったな。全然経験値が入らん。もはやいくぞ。こいつマジですげえクリティカル率が半端ない。場数が違うぜ。よし、ここを占拠しよう。まずはエルフィーもな。なんかいけねえな。森が邪魔をしているか。機動力が違うな。機動力が乗り物に乗ってるやつは。あの弓兵のところはちょっと危険だから早めに避けたい。まず回復させよう。ゼロここに置こう。で、主人公こっちに置いて、エルフィーもここにな。ちょっと陣取りたいんだよな。ここ日向だ。やっぱりなんか変なやつがいると思ったら、一応射程には入ってるか。誰を真ん中に置くか。まあいいか、とりあえず弓いるか。マジか、危険だ。よし、めっちゃ固まってんな。これで34。力だけかよ。来ないか。来ないな。とりあえず整ったから。日向とかマジ危険だからな。倒しておいた方が良さそうだ。 65% かー。まあいい。とりあえずどうしよう。こいつも死の吐息的なの持ってるからな。よし、全然食らわない。 93% か。これでいこう。これで減らしていこう。俺はお前たちを倒すために刀の腕を磨いたんだ。俺は絶対お前たちなんかに屈しねえ。匠様を、白夜王国を必ず守り通してやる。完全に俺たち悪者だな。バシューン。よし、エルフィンも結構高くなかったっけ。74か。でも先にこっちもな、やりたいっちゃやりたいけどな。どうするかな。こいつ全然進めない。まあいい、主人公でいくか。終わりだ。何も喋ってこない。俺に対して何の感情もないのかこいつは。匠様、どうかご無事で。あなたにこの刀を捧げられたことは俺の人生の誇りでした。これで左も倒せるな。強え。これやっぱ少数制の部隊で無双してった方がいいんじゃないのか。倒せるな。まあちょっと防刃敷いてるやつらは若干不在感はあるけど。人形崩し、いらないな。ここは多分弓兵は人が邪魔をして来れないと思うんだよね。とりあえず
進んでこう。この射程に入らない程度に。モズメが若干活躍してない。あれ、こいつどんくらい減ってる？結構減ってんな。いいね、サクサクいける。え、狙ってくんのか。うわー、めっちゃ減った。来たね、超来たね、あの弓。おー、これはこれは一気に形勢が、やっぱ飛んでる部隊がやばい。回復させよう。ここであそこをどう突破するかだな。こいつも下げるか。いや、こいつは下げなくていいな、当たんなかったから。こいつら右から飛んでくな。それで行こう。まずこいつをぶっ倒さないといけないから。ガルーもだいぶ戦力になってな。おりゃ、これいきなり上はいけないんだよね。ずるいよこれ。こいつの射程やっとこう。そうだよな、あそこ弓部隊がいるからな。アクアがどこまでいける？アクアも減ってんな、そういえば。やはり硬いやつらを一旦ちょっと出すか。こいつも連れてくか。こいつどうしよう、ちょっと一旦下げよう。やっぱりアクアもちょっと下げるか。でここは地上部隊で次のターンに一気に制圧をかける。うおー、いでー。おお、食らわない回復回復。よし、ここを制圧する。全員倒せるけど、まず弓兵が危険だから。42とか異常だな。すまない、全然経験値入らんな。俺は本気だ。ブリュンヒルで礼を言っておくよ。よし、ここも制圧できそうだ。いけんな。大丈夫、終わらない。ありがとう。やっぱり少数精鋭だな。おお、とりあえず力が上がった。混合の一撃覚えた。なんかいらないのあるか。なんか全部いいな。大盾も結構いいしな。月光はこれもいいな。兵所防御守備プラス2、どっちかだな。こっちにしよう。でこいつで弓を、いいね、いけるあれ、クライプス3 弱。ちょっと上に上がるのはもう少し待とう。一気になだれ込みたいからな。アクアが減ってるな。ちょっと超攻略使うか。こいつらも減ってるから、もう一旦ちょっと回復に回ろう。こいつ大丈夫か。ちょっと弓を占領しちゃったけど。おお、ナイスだ。結構食らうよな19って。やっぱり守備が若干弱え。上がってくれた。よし、でとりあえずこの2人を倒してから制圧にかかろう。これ弓2人入るんじゃん。てか上が入るんじゃん。
こいつら。ここはダメか。くらえ。よし、チビチビ当ててこう。チビチビ作戦。サンダーソード、やはり魔力が高いから超強えな。あとちょっと射程1のやつ。あ、ここ多分でもあいつの弓を食らうな。あんまり突出すぎると。お腹空いちゃった。この3人だな、とりあえず防御力の高いのは。クリティカル 23% とか。おお武空術を使い出した。その武空術で上まで飛んでくれ。あれ、宝箱があんじゃん。よく見ればこれちょっと2人ずつ一気になだれ込みたいな。アクア弓食らいそうだけど、まあいいや。こいつはここら辺置くか。やはり食らうか。いって、19も食らうのかよ。おお、これはやっぱり陣形を整えてから。ちょっと左の部隊はエルフィを持ってこよう。いや、待って待って待って、右から一気になだれ込んで、こう左に流れていった方が良さそうだな。この2つだな、せめて。よし、この2つから攻めていこう。そうするとアクアの弓がきつい。調合薬もねえし。こいつはここら辺から飛んでいけば多分大丈夫でしょう。食らったりして、多分階段登った後もこっちここで弓放題打ったよ。ほら、あいたたたた。階段登って、よし動けるな。こっから倒す。いてててて、闇の波動を食らった。でエルフィーもちょっとこっちの階段から登って、こいつをぶっ倒せないけど、まあいいや。おい、よし、回避完了。で、レオンは階段登ってこいつだな。撃ってほしいんだお前は。この弓も占拠したいな。お大臣、いや、お大臣使う必要なかった。もったいない、小判を消費するんでね。これよし、相性が悪いけど 79% を2発外すってことはないでしょう、さすがに。よーし、場数が違うぜ。ここもだいぶ制圧できるな。もうあの弓兵はほっとこう。上に上がる、上がれるやつ上がる。あそこに宝箱あるから、これは取りたい。あの弓兵、弓占拠してくんのかな。結構飛んでるやつらがな、多いからな、うちの部隊は。あ、占拠された、やばい。えった、超食らった。うわー、食らう。
こいつらも来たか。エルフィーをやっぱり前線に出そう。魔法使ってくるやついないよな。それだけだな、チェックしないといけないのは。魔法防御はちょっと弱いから、やりせえやりせえ。基本やりだな。どこまで来る？ここら辺まで来るか。ってことはだよ、ここら辺を中心にやっぱり。お、大臣。そしてレオンはブリュンヒルデからリザイアに変えよう。回復しつつ戦う。14 回復力が異常だな。でリザイア無双してもらおう。ここでだからこっちだな。であとこいつ宝箱開けてもらおうとか思ったけど、宝箱いけねえし。配置をミスったか。上に上がるかこいつらも。いけねえ。だいぶ詰まってんな。回復したい。回復カミラ、アクアだけ取り残されたけど、まあいっか。よし、こいつらをおびき寄せて。まあ9食らっても多分回復できんな。これリザイナいいねー。7の4くらいだったら全然余裕だな。無駄無駄、さすがレオンだ。よし、こっからこれでなんちゃらの吐息が発動して、バシュッと。こいつも1だ。 OKOK。誰で行こうかな。そうするともう一回吐息をかけたい気もするな。攻撃大丈夫。おい、標的は沈黙。 OKOK 完璧だ。こいつどこまで、こいつ来る、そもそも来るな。動くぞこいつ、動くぞ。レオン、レオン前線に出すか。やはりそうすると 52% か。強えな、おぼろも。武将系が強い、やっぱり。こいつは宝箱開けないといけないから。ブーツ、やった、ブーツだ。移動力上がるのはかなりでかいからな。これでさよならだ。私が生きている限り、タッキミ様には指一本触れさせない。あの方を失うぐらいなら死んだ方がマシだわ。だが残念ながらお前もここまでだ。ああ、最後までお守りしたかったのに。こんなことなら早く言っておけばよかった。タクミ様、私ずっとずっとあなたのこと殺したいと思ってたんだよ。下げられたじゃなくて下がったのか。4、どうしようかな。3、てかすげえ減ってるこいつら。やばいやばい。主人公行くか。主人公もちょい減ってる。もう19レベルか。成長限界が近づいてきたな。少し進めて回復をさせて、アクアを上に上げて、サイドをかけて、
アシュラを回復させよう。リライブダンスをすると、おお結構減ってる。よし、このターンはこれでいいでしょう。あとあいつらだけか。やっぱりレオンは前線に出して、自分も前線に出して、どうしよう、少数精鋭で行くべきか、悩ましいところだ。この弓がどんだけ射程あるかだな。あの弓って見れないの？よし、あれゼロじゃないと開けられないんだっけ。そういえば、おお金は大事だからな。これなんかいきなりな増援とか出てきたらやだな。エルフィ残しとこう、ここに。よし、これでいこう。この4人ちょっとここに残しとこう、なんとなく。宝箱はこれだけか。右とかないよね。とりあえずこのターンはこれでいいやん。さて、こいつ来るの？そもそも。ちょっとレオン階段のとこに置いとこう。階段に置いたら階段から来れなくね？階段まで行けねえし、そもそも。こういう配列にしとこう。アシュラか。そうするとあとはあんまり固まってもな、死ぬからな。回復薬を持ってこう、こっちに。アクアすげえ食らうからな。ちょっと置いとこう、こっちに。よし、レオンお前の出番だ。主人公がどこまで動けるかっていうのもな、ちょっと気になるからな。アンヤの手先などみんな死んでしまえ。それはこっちのセリフだ。うわ、どこまで動ける。よし、いける。倒せるか。倒せるな。ヤトノカミを使おう。お前との因縁もここで終わりだ、ミカミックス。僕はこの時をずっと待っていた。お前を殺せるこの時を。シュバリエでの言葉覚えているだろう。どんな手を使ってでも俺を殺す。だったな。僕にはもう後がないんだ。きっとここが僕とお前との最後の戦いになる。だから絶対に倒す。お前だけは僕が倒すってずっとずっとそう決めていたんだ。民や母や皆の敵、撃たせてもらう。匠、辛そうだぞお前。はあはあ言ってるな。所詮言葉だけだったか。お前はいつもそうだな。僕はもう女神像。これって制圧だっけ。あいつ何なんだってことは。いいかな。じゃあとっとと、オッケー。あいてー、油断しすぎた。回復させてもらう。41ちょうどだな。すごいね。オーケー。さて、制圧。意外にすんなりいったな、このマップは。勝負あったな匠。このスサノオ長城はアンヤ王国軍が制圧した。悪いが、生き残っている兵たちは全て捕虜として捕らえさせてもらうぞ。もちろんお前も。卑怯者、呪われるがいい。俺がいつ卑怯なことした。まったく失礼なことを言うやつだな。命があるだけでもありがたいと思ってほしいね。捕虜といっても別にひどいことをしようってわけじゃない。おとなしくしていればさくら王女にも会わせてやるさ。何、さくらまで捕らえているのか。お前たちのようなものに。ああ気持ちはわかるが今はこらえてくれ。気持ちなんてわかんねえだろお前。俺たちは父上が来る前にお前を拘束してしまわないといけない。さあ手を触るな。
怪我らしい。お前なんか、この僕に触れるな。お前さえ、お前さえいなければ白夜王国はこんなことにはならなかった。誰も死なずに済んだ。どうしてお前はアンヤに着いた？どうして僕たちの味方をしてくれなかったんだよ。特にもういい。あら、え、お、なんだ、匠が呪われている。僕がやる。救いの刀などなくても僕がこの白夜王国を救ってみせる。お前たちに僕を捕らえることなんてできないさ。ほら、逃げる道ならここに。なんだ、マジで匠が覚醒した。うおスーパーサイヤ人に覚醒した。匠、そんな、ミカイクス、どこへ行くつもり？頂上の下にまだ息があるかもしれない。この場はまだ収まってないのよ、ミカミックス。しかし死体は見つからなかった。死体がない。タクミ、どこだ？タクミ、姿がない。どうしてだ？確かに落ちたはずなのに。待って、ミカミックス、単独行動はしないで。まだ辺りに白夜兵がいるかもしれないのよ。アク、タクミの姿がどこにもないんだ。え、ああ、俺たちは匠が頂上から落ちるのを見たよな。だが今来てみたらどこにも。そんなはずはないわ。だってあの高さから落ちて動けるはずがない。いいえ、それどころか生きていられるはずがないもの。ではどうして？わからないわ。誰かが体を持ち去ったのか、何か別の理由があるのか。いいけれど、そのことを考えている時間はないわ。今は早く頂上に戻ることが先決よ。ガロン王の直属軍が来る前にあの場を収めないと。また多くの犠牲が出てしまうわよ。分かった。お前ほんと勝手なやつだな、ミカミックスさあ急いで、ミカミックス。匠、というところで、匠が覚醒して、まあ、どうやって逃げたのかわかんないですけど、23章これで終了したいと思います。